가운데도 12시 자동차에 고성능 4인 구동 스포츠는 랜서 에볼루션과 세련된 도시형 SUV 아울랜드의 신차 발표 인사에 참여해 주셔서 진심으로 감사드립니다. 안녕하십니까. 私はアウトランダーとランサーエボリューションを担当しています。プロダクトエフェクティブのメンバーです。新設計のアルミブロック V 型ロキと3立体エンジンを搭載しました。トランスミッションは新設計のロキと AT を搭載しました。 F1 マシンのようなマグネシウム製のパドルシフトを搭載し、ステアリングホイールから手を離すのなく進行できるか、ギアチェンジシフトが可能합니다。 4WD システムには電子制御方式を採用しました。走行シーンに合わせ 2WD モード 4WD モード 4WD オートモード、そしてロックモードという3つのモードがあり、走行中でもダイヤル操作で簡単に切り替えることができます。ボディカラーはご覧の5色を用意しました。5가지カラーを選びました。ランサーエボリューションは三菱が世界に誇る最新技術を備えたハイパフォーマンスセダンです。ランサーエボリューションの歴史は1992年から始まりました。エンジンは軽量かつ高性能なイミッターマイレージインタークーラーターボエンジンを開発しました。最高出力295馬力、最大トルク41.5kgm/h。 トランスミッションにはスプリングクラッチスポーツシフトトランスミッション SST を採用しました。この図はスプリングクラッチ SST の基本構造を模して組み合わせたものです。1356ギアと2346ギアの2つのマニュアルに沿って、ブラッジを交互に切り替えることができ、滑らかで素早い変速を可能にしました。에볼루션과 아울랜드 두 가지 차종인데요. 랜서 에볼루션은 고성능 슈퍼카입니다. 그래서 레이싱을 전문으로 하는 스포츠카로서의 명성은 이미 자자하다고 볼 수 있고요. 아울랜드는 그 도시형 SUV입니다. 그래서 미리한 스타일과 고성능을 겸비한 온로드와 오프로드를 넣는 미쓰비시 SUV의 진면목을 담은 그러한 차라고 할 수 있겠습니다.